まゆ、結婚しよう。就職して3年、毎日忙しいけどやっと仕事が楽しくなってきて、これからって思ってたんだけどな。結婚しても今みたいに仕事続けられるのかな。じゃんじゃじゃーん、愛知のことなら何でも知ってる愛ちゃんです。おめでとう、まゆちゃん。今はそういう気分じゃないから。あららら、らどうしたの。プロポーズされたんでしょ。迷ってるの。彼は大好きだよ。でも今仕事がすっごく楽しくて、もっともっと働きたいなって。何言ってるんだよ、この幸せ者。どっちも諦める必要なんて全くないんだよ。で、どっちも諦める必要ないってどういう意味？もし結婚して子供ができたら子育てだってあるし、やっぱり仕事続けるの難しそうだよ。でもね、今はそんなまゆちゃんのように仕事に意欲のある女性に活躍してもらいたいっていうように、社会の流れが変わろうとしているんだ。これを見てごらん。少子高齢化が進んでいるっていうのは知ってるよね。うん。でも何の関係があるの？少子化で労働力の中心となる15歳から64歳までの人口が減り、高齢者が増える。2012年には15歳から64歳までの人たち、およそ 2.6 人で1人の高齢者を支えていたんだけど、2020年には2人で1人を支えなきゃいけない社会がやってくると予想されているんだよ。へえ、なんだか大変そう。今度はこっちを見てみて。日本の場合、このグラフがアルファベットの M の形に似た曲線を描くことから M 字カーブって言われているんだけど、30歳から34歳のところで女性の労働力率がぐんと下がっているのがわかるかな。本当だ。労働力率が下がる理由の一つとして、一人目の出産を機におよそ6割の女性が仕事を辞めているっていう現状があるんだ。そしてこの中には出産、子育てなどいろんな事情で働きたいけど働けない人たちもいるんだ。だからこそ女性が働きやすい環境を整えて、女性の能力を十分に発揮できる社会にしていこうって流れに変わってきているんだよ。そうなんだね。そういえば前に出産で仕事を辞めた先輩、また働きたいって言ってたけど、一度仕事を辞めるとなかなか再就職先が見つからないみたいで大変そう。よし、いいところに連れて行ってあげる。ここは？ここはね、ウインク愛知の17階、愛知子育て女性再就職サポートセンターだよ。結婚や出産、子育てなどで仕事を辞めた女性が再就職できるようにサポートをしてくれるところなんだ。こんにちは。こんにちは。こちらではどんなサポートが受けられるんですか？はい、私ども愛知子育て女性再就職サポートセンターではキャリアカウンセラーによる相談カウンセリングを行っております。再就職に向けての不安や悩み、ご自身のキャリアアップなど、女性の再就職に関するさまざまなことについてアドバイスさせていただいてるんですよ。託児もあるのでお気軽にご相談ください。その他にもね、再就職の悩みや不安を抱える女性が集まってざっくばらんに話し合うワークショップを開催したり、再就職に向けて
職業選択の幅を広げるため、実際に仕事を体験できる実習なども行っているんだよ。悩みって一人で抱えていてもなかなか解決しないし、専門家に相談できたり、同じ境遇の女性と話ができたり、確かに再就職を目指す女性の強い味方になるよね。その通り。じゃあ次は金山駅に行ってみよう。え？見てごらん、今まさにイクイクキャンペーンの真っ只中。イクイクキャンペーンって？愛知県はね、社会全体で子育てを応援しようとする意識を高めるため、さまざまな取り組みを行っているんだ。このキャンペーンもその一環だよ。毎月19日は子育て応援の日、ハグミンデー。そして11月はその普及推進強化月間としているんだ。11月19日には育児、育成、育休、食育、教育、この5つの育と数字の育をかけて育育キャンペーンとして街頭で子育て応援を呼びかけているんだ。社会全体で子育てを応援、すごく心強い。へんてこなパパのおにぎり僕は好き。何それ？これイクメン川柳なんだ。愛知県が募集して応募のあった423作品の中から選ばれた最優秀賞の川柳なんだよ。イクメンって積極的に子育てや家事をする男性のことでしょ。なんか温かさが伝わってくる川柳だね。そうだね。愛知県では子育て応援を呼びかけるイクイクキャンペーンの他にも、11月に県内の各地でイクメンの応援を呼びかけるイクメン応援キャンペーンも行ったんだ。イクメンも女性の活躍には欠かせないポイントだよね。こちら子育て歴1年の藤井さん。奥さんと、まあ、交代で育児休業を取ってですね、自分一人で子供を見るというのが、まあ、一応3ヶ月ちょっと予定してますんで、上司との面談をやってですね、まあ、今後どういうふうにこう休みを取るのかっていうような計画を作ったりしてますので、まあ、できることは全部やるというような感じで、まあ、母乳をあげる以外のことは一通りは一番大変だなと思ったのが、その奥さんのサポート。どうしても育児ストレスというのがやっぱり女性はあると思うので、ケアするっていう意味で話を聞いてあげたりとかですね、でそういうことがすごい重要なんだなっていうのがやってみてよく分かりました。二人三脚で子育てしてお互いを支え合う、私の彼もイクメンなら仕事と家庭の両立も難しくない。続いてはこちら。一人の子供を育てながら会社では係長として活躍する長谷川さん。時差出勤も使っておりますので、9時6時勤務しておりますし、ベビーシッターのサービスもですね、手が回らない時は使っておりますね。ある程度仕事のスケジュールというのは分かっていますので、チームワークを大事にしてこう工夫をしていけば、業務を見えるようにして、お互いに今どこをやってるかと共有していれば、突発事故がない限りは大丈夫かなというふうに思っています。育児の時差出勤ができたりだとか、もちろんその働く時間を削減させようだとか、有給を取ろうということも人事部としてはやってますけれども、ベビーシッターのサポートサービスを入れたりだとかという形で、お母さんが一人で育児家事をやる場合に手伝えるようなサポート制度というのを入れてます。やりたいと思ったらチャレンジできるようにだんだんなってきたと思うので、それはすごく素晴らしいことで、自分が働くことが楽しいだとか、やってみたいと思うならやれる方法を家族とみんなで考える、
それを私もやっていきたいし、みんなでやっていくことで日本という国の考え方が変わっていくと思うんですね。でもその中で一つ要望が挙げられるなら、やはり労働時間をもう少し短くして、ワークライフバランスが取れるような働き方が浸透すれば、みんなもっとハッピーになれるというふうには思います。長谷川さんのように家庭でも社会でも生き生きしてる女性って素敵。私も仕事も家庭も両方頑張りたい。仕事や家庭、ボランティア活動など何に重点を置きたいかは、その人の考え方によって違うよね。また子育てをしたり介護をしたり、人生のいろんな段階によっても変わってくると思うんだ。うん、確かに。私は今は仕事だけど、もし子供が生まれたら、きっと子供との時間も大切にしたい。人生のいろんな段階で仕事と生活のバランスが取れていることをワークライフバランスって言うんだ。へえ、ワークライフバランス。その実現のためには職場のサポートが必要だから、愛知県ではファミリーフレンドリー企業といって、ワークライフバランスに積極的に取り組む企業を応援しているんだ。その他にも地元経済団体や労働団体、企業、大学、国、県の代表者などで愛知女性の活躍促進会議を開催して、女性の活躍を進めるための具体的な取り組みを議論したり、女性の活躍促進に向けて取り組んでいく企業などから女性の活躍促進宣言を募集してホームページで紹介しているよ。また企業の第一線で活躍している女性ゲストを招いてアドバイスをもらったり、ゲストを交えて参加者同士が軽食を取りながら交流する働く女性のキャリアアップ&交流ビュッフェなども行っているんだよ。今は社会が女性の活躍を求めているんだね。よし、今日はありがとう愛ちゃん。すごく勇気づけられたし、気持ちが固まったわ。さあ行っておいで、この幸せ者。うん、私幸せになる。行ってきます。